っとここまで来たんだよ。絶対にものにするよ。売れないアイドルウィッシュはなぜか東映の映画に大抜擢。監督が君たちに一目惚れしてね、数あるグループから君たちを選んだんだ。憧れの撮影所ではしゃぐ3人。はい、何あれすげえ、めっちゃリアル。だが東映撮影所に秘密があった。おーい、アクション。ウィッシュは私の全てなんです。私のこと足手まといって思う。売れるためだろ。本番。ようこそ東映撮影所へ。